はい、さあ、薬用中華ナビラ、ユンタンジャ出番ですよね。時間となりました。時計の針は11時を回りまして、1月の5日月曜日、旧暦のうちなぐ意味では11月の15日、ナトイビン。今日は1日15日ということでございまして、ちょっとよろしくお願いいたしますね。じゃあ、カルタニンバン、はい、マーサムのルールミエン会ということでございましてね。マーサムのルールミエン会って言うんですけれども、最近はあれですね、私、まあ、健康、ヘコマッスルという、読谷村、運動不足部員っていうものに入りましてですね、昨日、こう、ウォーキングをしたわけなんですけどもね、最近は、体重計にも毎日乗るようになりましてですね、かなり意識をすることになったわけなんですが、しかし、この年末年始で、2キロばかしね、やっぱ増えてしまいましてね、これからまた、戻すのに大変なんでしょうけど、せっかく、こう、65キロから60キロまで落としてキープしてきたんですけど、やっぱ年末年始ダメですね、でもね、健康を気をつけながら頑張っていきたいと思いますが、もうチャーマーサムのルール面会って言ってるんだけど、最近はですね、こうその量を減らす努力をしてますよね。美味しいものをたくさん食べるんじゃなくて、美味しいものを少し食べるということでね、健康を維持していきたい。まあ飽食の時代といいましょうか、ね、食べ物が豊富になってお金出せば美味しいものって、お金出すのも大変なんですけどもね、まあでもそういう中でもですね、やっぱり食べる機会が多くなりました、飲む機会も多くなりましたけどね、体が資本でございます。今年私はですね、年頭にスタッフに行ったんですけども、やはり、健康の一番、健康が一番という年にね、していきたいなと思っておりますので、ラジオ機の皆さん方もぜひね、ご一緒にですね、楽しい2015年を過ごしていきたいと思いますので、1年間よろしくお付き合いください。さあ、お送りしていきます。ユンタンジャー出番ですよ。新年もスタートいたしまして、2015年は5日の日となりました。綺麗なね、満月や今朝も、本当に朝日の、ご用をはじめとしてはね、素晴らしいスタートを切れる、ね、そんな、日になりましたけれどもね、今日は十五夜ということでございますから、またね、お天気の方もよろしいようでございます。しかし、明日はちょっとね、雨のお天気になりそうなので、また、冷えたりという感じがします。お体を気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて、ユンタンジャ出番ですよ。ではですね、先週の土曜日、特別番組を皮切りにですね、この11時の時間帯、読谷村長ご出演いただきまして、各企業団体のトップの皆さん方をお迎えしてですね、まあ、新春対談というか、年頭のご挨拶をいただきながらさせていただいているわけなんですけどもね、今日月曜日本日からのスタートはですね、まずは読谷村の観光協会の会長をですね、ご出演いただこうということで、まあ毎年なんですけどもね、本当に、お忙しい中来ていただいております。今日はご用始めということで本当に慌ただしいかと思いますけどもね、お時間割いて来ていただきました。自己紹介、まずそうですね、自己紹介というか、まあ私が紹介しましたけど、小平武史会長、村民の皆さん方、地域の皆さん方に年頭のご挨拶を高らかにお願いしたいと。高らかとは分かりませんけれども、皆さん明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。読谷村観光協会の小平でございます。昨年中は読谷村観光協会を、ご支援いただきまして大変ありがとうございました。何しろ去年は人口日本一の村になったということですね、うん、我々もですね、一生懸命気張って日本一はどういう村にしたらいいのかといろいろ考えてきたんですが、うん、去年はですね、馬通しだったんですが、うん、あまりうまい方向が見つからなくてですね、今年は羊年ですから、うん、ゆっくり落ち着いてですね、本当に人口の多い村、うん、なんか調べたら
村というのは日本全国で183あるそうですけど、うん、その中の一番の人口の多い村なんですね。ですから中身の伴ったですね、観光協会にしていきたいとそんなふうに思っておりますので、今年もですね去年に倍してご支援いただきますよう、よろしくお願いしておきたいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いやでも会長そうですね、確かに、まあ、昨年はね、日本一人口の多い村ということで、まあ、1月1日あの暮れの31日からカウントダウンをさせていただいてね、そうですよね、もう大きなイベントとなりましたけども、まあ、本当にあの後からやはりもう至る所で日本一人口の多い村というのがいろんな形で、作られて、またそうです、ね、パワーアップキャラクターヨミトンも、はい、生まれてということで、観光協会としてもやっぱりヨミトン村にたくさんたくさんお客さんをねやっぱり引き込みたいというね、はい、いろんなことがあったと思うんですけども、でも、まあそんな中でもやっぱり私たち地元の人間もですね、やっぱりこう日本一であるっていう意識が少しずつ芽生えてきてるところもあるのかなと思ったりもしたんですけどね。そうですよね、うん、やっぱりああいうキャラクター、うん、ローカルキャラクターって言いますか ね、あのマスコットがいるってことはね、うん、そこにこう意識が集中しますよね。しますね、やっぱり皆さんねそれは感じてるんじゃないですかね。車運転しながら道路のねあの工事標識とかにも使われたりとか、いろんなところで見るようになりましたね。そうそうそう、うん、ですからそういうクリアファイルとかね、うん、いろんなものにも ね、観光協会も使ってそうです、ね、ますけどね、使われてましたね、はい、うん、まあ、そういう一つのこう何かこう何ですかこうイニシャル的なものがなんか出来上がると、はい、まあそこに何かね日本一もそうなんですけどユミトンもそうですけど、何かこう出来上がることに対してとてもこう期待感も出てきたりするのもありますよね。キャラクター明るいしね、明るいですよ ね本当、まあ、ユミトン観光協会にもね、うん、似た男がいるんですよね。はい、いますね、はい、約1名おりますけどもね、はいはい、まあ、いろんなあの団体にいるみたいですよ。ああそうですか、議会にもいるみたいです。役場にもいるみたいですけどね、はい、まあ、そういうね、日本一っていうのが本当に踊り出たいう感じのね、2014年だったんですけども、まあ、会長個人的には、まあ、ちょっと今日は観光協会長としてのご視点なんですけど、まずこれたけしとして一人の人間として2014年はいかがでした？逆に、2014年はね、うん、まず馬年なんですね、うんうん、ですから馬という字はね面白い字でですね、うんうんうん、馬という字に前書くと午前という字になるでしょう。そうですね、で馬からあとは午後ですよね。おですから私はですね、はい、その馬の刻を過ぎた、ね、午後の人間なんですね。えそれは何でですか？いやもう年齢がですね年齢なんですからね。ああそう、あ俺はまだ午前かな。あなたは午前ですか？おめでとうございます。私は午後なんですよ。そうなんですか、はい、なるほど。でも面白いですね、 馬という字。そうですよ、確かにね、ちょうど江戸のね十二支で言うと真ん中なの。すごい、ね、そうなんだ。そう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 、ああこういうことって言われてみると、あ確かにそうかもしれない、十二支だからねって思うんですけど、そうそうそう、あれ馬の国なんだよね。ああそうなんですね、うん、全然意識したことがないから、はい、言われて初めて。いや、なるほど、年を取ると意識するんですよ。ちょっと会長、ちなみにお年はいくつで？昨年のですね、はい、12月24日で、はい、満ですよ。あ、満。満73歳になりました。会長クリスマスイブの誕生日ですか？そう、だからおめでたいんです。なんかこうセンチメンタルっぽい感じがしますけどね、あイブなんですか？ですから、うん、本当は25日がクリスマスでしょう、うんうん、だからね、アメリカとか諸外国では25日が一番大事なんですね、うんうん、そうですね、だから一番大事な前の日なんですよ、残念ながら。大事な日じゃなくて、はい、大事な日じゃなくて。でもちょっと気持ちわかります。僕は29日の生まれなんですけどね、はい、めちゃくちゃ中途半端なんですよ、はあはあ、クリスマスでもなく正月でもな い、はい、じゃあ御用納めの明くる日だね。誰もいない時に。あ、なるほど、はい、祝ってももらえないみたいなね。あでもそうなんですか、73歳ですか。そうなんです、めちゃくちゃ若いですね。いや見えるだけでしょ。いやでめっちゃ元気ですね。いやありがとうございます。なんか健康はね、スポーツとか健康には結構留意されて、やはり、うん、先ほどね、うん、冒頭に、ね、はい、あなたが言ってましたように、うんうんうん、やっぱり食べ物には気をつけてますね。やっぱそうなんですか、はい、はあ、食べ過ぎはダメですかね、やっぱね。なんか僕最近いつも後悔してます。後悔する、はい、注意してるけど後悔もしてるんだ。後悔が多いですね。食べちゃいますよね。食べちゃうですよね。
ね、腹八分って言うんですけどね、はい、お酒も飲むしね、お酒も多いですもんね、はい、結構でも体調もお付き合い多いじゃないですか。昨年もやっぱそうだったんですよね。ただ、病院でね、1年1回ほら、健康診断の検査するでしょ、その時はね、全て数値はね、いい、その規定っていうか、基準内なんです。結構こうここら辺で調整してるとかじゃないですか、1ヶ月前ぐらいで。いや、あなたが言ってたようにね、毎日ヘルスメーター乗ります。あれはとても意識変わりますね。そしてね、なんとか系って脂肪とかいろんな出るやつがあるでしょ、あれを買ってきましてね。そうなんですか。数字を気にしながらね乗ってますよ。へえ、はい、松山も体重計だけなんですよね。でもそういうものに乗るという習慣こそもう健康に意識してる一つのバロメーターにはなりますよね、はい、で数字をですね、カレンダーに書き込むんです、朝ですね。はいはいはい、なるほど、はい、そしたら結構、はい、上がり下がりよね。なかなか減らないんですけどね。やはり正月が増えますよね。増えますよね、はいはい、でも本当に、ね、昨年1年はじゃあそういう意味では本当に大きな怪我や病気もなく、それはなかったですね、おかげさまでね、はい、もうね、実は岡田会長はね、平所持の、ね、社長でもありますので、本当にもう会社のトップでもありますから、そういう意味では本当にご自身も健康管理はだいぶね注意されていると思いますけど、はい、まあ、職員の皆さん方もね、やっぱりトップが病気がちだったらそれはちょっとやばいですからね、はい、だから年はですね、自分が意識する以上にですね、周りが意識するらしくてですね、社員が年寄り扱いするんですよ。はい、車運転したら、ね、するなとかね、なんとかマークとかついてるんですか。いや、ついてはいい、まだ前期なもんですから、前期高齢者、はいはい、年齢的には、ね、午後の人間なんですけど、まだまだ大丈夫ですね、はい、なんですけど、なるほど、ですからそういう社員の皆さんもね、大変気を使ってくれてるんですね、だからちょっとよろめただけで脳梗塞じゃないかとか言うんですよ、社員が。はい、まあ、そう言われてるときはまだ健康っていうことですね、はい、これ本当に社員が黙るようになってきたら本当に心配されていると思った方がいいかもしれませんね。はい。はい。さあ、まあそういう、小平社長っていう顔もね、ある、観光協会と小平会長なんですけど、まあ、振り返ってみて、昨年、まあ、日本一からスタートして、観光協会の業務としてはどうでした？ほぼ順調かなと思うんですが、はい、でもまだ7割ちょっとぐらいかな、なぜかというと、その今ね、その観光立国とか観光立県とかって言われてるじゃないですか、そして読谷さんもほら精力的にね、はい、スポーツコンベンションとか、そうですね、でも積極的にやっておられますよね、そういう面では成功していると思うんですね、ね、だそういった中で、まあ、今朝の新聞にもありましたけど、はい、その内地のね、その年商がね、そんな多くない会社がですよ、沖縄県のね、その特性を生かしてね、はいはいはい、工場進出して、それをアジアに出そうというようなことをやってるわけでしょう、だこれも観光の面でもね、その僕はいつも沖縄はやっぱり琉球王国にならないといかんのじゃないかなと思ってるんですね。なるほどね。観光いろいろ考えるとね、どうしても琉球王国に引き当たるんですよ。なるほど。先人たちが全部やってるんですよ、これ。僕たちが新しいと思ってることは。そういうことね。うん。確かにね、今こそこの沖縄をハブ空港にとかいう話があったり、それからアジアに進出とかいうふうにもう新聞踊り出てますけれども、確かにね、そういう中国や東南アジアとの貿易っていうのはやってきてるわけですからね。そうです。ですからそれもね、その何しろその沖縄の、ね、産物だけじゃなくて、ものによって北海道からも ね、取り寄せたり ね、そしてそれを外国に持ってったりね。そうすごいですよね、この貿易力ね。ねえ、IT もないのにね、すごいよね。そう本当ですよね。ああいう輸送手段もね、まあ、他ならない時に本当にここまでのことができてきたっていう、そういう、まあ、土壌がこの沖縄にはあるという意味では、逆に言えばその今琉球王国っていう話されてましたけど、やっぱり過去に学ぶことがこれから未来にかなり今おっしゃってくれたようにね、地元のことをね、よく知らずしてね、発信できないじゃないですか、これ観光はそうじゃないですか。そうですね、いや、面白い話いただきましたので、一旦コマーシャル挟みまして話を伺いたいと思います。はい。
はい、お送りしておりますインタンジャタ版ですよ。ね、2015年スタートしまして、今日はその月曜日、土曜初めの日、ご出演いただいておりますのは読谷村観光協会会長であります小平武史会長をお招きしております。よろしくお願いいたします。さて会長、先ほどなんか興味本当にすごい、お話でしたけど、沖縄観光っていうものを考えた時に、まあもちろんその読谷を、軸に考えるわけなんでしょうけれども、大きくちょっと視点を広げると、沖縄観光、琉球の過去の歴史に学び、まさに王国としての威厳を持つべき、観光を作り上げていくっていうような、そんな感じが、聞こえてきたんですけど、会長から見てこれから読谷村、そして沖縄の観光というのはどういうふうにご覧になりますか。まあ、今年っていう形でもいいですけど、まあ、これいつでもね、まあそうなんでしょうけど、やっぱり古くて新しい言葉でね、やっぱり温故知新ってあると思うんですよね。そうですね、まあ、よく聞きますけど、ごくごく当たり前、当たり前なんですけど、これをよく考えてね、そのやっぱりその観光ですから、よそから人が来てもらわないといかんわけですよ ね、 そ, うですね、そのためには、はい、例えばよく商工会長のね、国吉さんなんかも言ってますけど、例えば大分行こうよって言わないで、湯布院に行こうよっていう言い方をすると、あ、確かに確かに、ね、います言います、ね、だから沖縄に行こうよじゃなくて読谷に行こうよという言い方に、そのくらい知名度、これは何も湯布院だけじゃなくてね、私の田舎のですね、草津だとかね、これ群馬県に行こうよって言わないじゃないですか、ね草津に行こうよとか、確かに確かに、伊香保に行こうよとか、草津も有名かもしれない、ね、だからそういった言い方のように、うんね、だから知名度を、ね、いかに上げていくということはね、草津だったら温泉ですから、じゃあ読谷はね、その沖縄県の中で知名度を上げていくのは何なのかと、ですね、いうことですよね。それをみんなでよく考えなきゃいけないと思うんですね。なるほど、はい、まあ、そういう意味では読谷の知名度を上げるものっていうことになってくると、じゃあ何があるのかなって、いろいろね、先ほどこの草津の話してたら、草津だったら温泉っていうものがメインになってくるでしょうし、読谷だったら何を一番小平会長としてはこれみたいなものを考えられますか。やはり伝統芸の陶芸、やちもん、そうですね、確かに読谷っていうのは不思議と、不思議とって言い方おかしいですけど、その、まあ、木の焼きから始まったっていう過去の歴史はありますけど、今のこの時代に八千文の里っていうものが出来上がり、陶芸家がこうやって集まってきたっていうのは、またここもすごいことですよね。これ行政の勝利じゃないですか。あ、勝利、あ、そっか、だって成功したんだもん、ね、行政がここにこういうものを作ろうっていう構想で、そう、あ、でそこにこう、あれは、首里じゃなくてどこでしたっけ、坪屋でしょ、坪屋の方からね、はいはい、来たんですよね、はい、あ、だからそこをね、その、なんていうのかな、不発弾処理場の跡をね、そういうようにしようと言って、着想がまたすごいでと思う、ね、ですよね、ですよね、はい、本当ですよね。だから僕と読谷が好きなのはそういうところなんですよね。本当に180度っていう言い方おかしいかもしれないけど、なんか物事の転換考え方がですね、ここ飛行場跡地もそうなんですけど、ここに役場を作ろうとかですね、そうそう、ね、文化センターを作る、全てのね、まあ、そのなんてですか、石器時代からも含めてね、その文明バル石とかね、まあ、そういったものを含めてね、はい、いつもその琉球の歴史の中にね、読谷が最初に出てくるじゃないですか、ね、本当ですよ ね、 ね、おもろ創始ですか、そうそう、ね、あれにもね、読谷は必ずウフニシという言葉でね出てくるということで、確かにそういう意味では今の沖縄観光においても、もしかすると読谷は欠かせないものになっているかもしれない。ですから要はね、その行政の、ね、方で、その今までそういう風土の中に行政があるわけでしょ、いつも一番に歴史の中で出てくるという中で、はい、今でもそういう可能性は、ね、十分秘めてあるわけですから、はいはいはい、やはり今の路線で行かれて十分行けるんじゃないですか、ね、はい、まあ、でも本当にこの文化っていう中でも読谷っていうのは本当にこう琉球沖縄の縮図というふうにもう言われても過言ではないかなと思いますけどね。そうそうそう、何でもありますよね、何でもありますよね、何でもある、
もう基地もあるしね。あ、だから僕は基地外って言うんですけど本当にね、いやでもね本当に沖縄の中でのその海海岸ね、世界遺産の座喜味城ね、残波岬登れる灯台、そう、もう本当に数えればキリがありませんけども、沖縄にあるものは本当に沖縄に読谷にあるというふうに言ってもいいぐらいの、 それぐらいのものがね読谷にあると思いますけども、そういう文化それから、伝統として残されてきたものとしてはやっぱりエイサーであったりとかいろんな踊り、そう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 、組踊りとかでもありますけどね、はい、そういうのも読谷にはありますからね。立地もね西海岸にあるじゃないですか、うん、そうですね、これも素晴らしいですよ ね、 素晴らしいですね。して真ん中辺にあるしね、本当のね、うん、本当ですよね、はい、もうそういう意味では読谷に宿泊すればどこにでも行けますからね。そうなんです、ね、一番こう東側のあの勝連あの辺、池島あの辺にも1時間圏内、南にも北にも行けるというね、はい、時間の使い方が ね、 そうね、非常に、ね、有利な場所なんですね、うんうん、韓国にとって ね、 ね、だからまさしくね時は金なりですから、時は金なり、確かに、はい、そういう意味ではそのエミタンっていう部分をもっともっと PR していく、やっぱり先ほどおっしゃってたようにいかに知名度を上げるかっていう戦略を、まあ、韓国協会としてはやっぱり先に担わなければならないという課題はあるんじゃないですか、はい、うん、ですから僕はいつもね、うん、あの皆さんにもお話しするんですけど、うん、まず自分の土地をね、うん、好きになって、うん、誇りに思う、うん、そうですね、これが本気でないとダメだと思うんですよ、うん、ね、なるほど、うん、例えばねその好きな人を、はい、うん、言うときに、うん、いろいろこう人にいい話をするじゃないですか、うん、こんなですあんなです、うん、人に言いたいじゃないですか、うん、はいはいはい、そう自分の土地に惚れてればね、うん、読谷はこんないいとこですよとこんなのがありますよって、うん、一生懸命みんながね、うん、そのみんなそのなんて観光大使みたいなね、うんうんうん、ね、役割になってくれると思うんですね。そうですよね、はい、会長いいことしたら村民全員が観光大使にならないといけないけどね。そうそうそう、あ確かにそうだよね。まあ、今のねまた若い方世代っていうのは最近よく言われているのがもう観光地に行く、例えば沖縄に来ると沖縄の情報っていうのはじゃあ何で知るかっていうのはもちろん行く前はその観光本とかいろんなインターネットかもしれませんけど、やっぱり着いてからはその時旬な SNS だったりとかそういう Facebook、Twitter とかそういう地域の人たちの情報を得るっていう話を聞きますので、そう、はい、そういう意味では私たち地元の人間がいかに読谷村を発信しているかによって観光客の皆さん方はその受け皿によって、はい、ですから ね、 ね、今デジタル、ね、うん、で情報発信はデジタルでいいと思うんですよ、うん、でもねフェイスとフェイスっていうかな、はいはいはい、人対人なんだよ ね、 ですね、これはねアナログなんですよ、うん、だから僕は観光はね、うん、地元が生きるのはね、うん、アナログしかないと思ってるんですよ、うん、心と心をつなぐ、うん、はいはいはい、だから今まではこういう観光のプランがありますよとか、うんうん、でも今はもっと地元の人と触れ合えるような、うん、参加して、ね、はいはいはい、我々のイベントに参加してもらえるようなことを地元発で、うん、着地型で発信する、うんうん、というものがやっぱりその地政学的というかな、この立地条件とか歴史とか文化をね、うん、より生かせるためのね、うん、アナログ発信、うん、なるほどね、うん、まあ、でもそういうその地元のイベントをやっぱりこの観光に来られてる方々に発信する、ああ、そういう意味では FM タンがやっぱり頑張らないといけませんね。いやー、このねさっきのねあのブロードキャストですよブロードキャストね、広くねキャスティングしてさ無理やり引っ張ってきましたけど、いやでも本当に僕あの観光協会と FM タンっていうのは本当もっともっとやっぱりこう本当に綿密にですね、あの地元 の、 そのイベント観光協会があるいは地元の企業とかそういうものをどんどんこう表に出す役割の発信場所として FM タウンをどんどん使っていただけるような、そういう こう関係性ももっともっと構築していければいけないなと、僕なんかもまだまだなんですけどね。いやでもあなたね、あの午前の方ですから大丈夫ですよ、うん、午前とここでちょっとバランスよく、はいはいはい、いやでもそういうふうに本当にこう地元の情報っていうものをいかにして発信していくかっていうこのツールっていう部分では、せっかくエミタンはね、こうエミタンもありますので、どんどん会長ぜひね、あの PR 使っていただいて、いやお願いしたいと思います。いつも頼りにしてもらって、うん、いやいやいや、ね、してますよ本当に、はい、でも本当にそういう読谷村の観光協会としてはやっぱり読谷村の、まあ方にお客さんが来てもらう、
来てもらうためには来てもらえるような素材をやっぱりしっかりと魅力をね、はい、うん、作らなければ、常に会長おっしゃってますけど、光を当てていくのがまあ観光だっておっしゃってますよね。もう昔からこの言葉はね、僕はずっともう聞かされて、もう本当にもう観光っていうのはこれなんだっていうのを常に言われてる。だから誰が光を当てるかっていうところが大事なところだよね。ね、ターゲット。それがまあ読谷村の観光協会としては、いろんな形でのやっぱりこう光の当て方、まあ文化もありますし、まあ事業所もあるということ。そういうことですよね。はい。でも読谷村はそういう意味では素材はいくらでもあるから、あとは光の当て方かなと思ったりもします。ですからね、うん、もう本当に恵まれすぎるぐらい恵まれてると思うんです、読谷村はね。これ恵まれてる中にいるもんだから、うん、恵まれてるってことに気がつかない。そうです ね、ないところからするとね。今日ね、外気温、ね、僕はよく例えて言うんですが、これをですよ、この外気温 に、にするためには、群馬県だったらどのくらいの燃料を燃やしたらこの温度になりますかね。なるほど、そういう発想になるんですか。めちゃくちゃ金かかるじゃないですか。それはそうですよね。この木の、ね、葉っぱにしたってこんだけグリーンを保つのにはどんだけのお金がいりますか。そうか、雪をかく、ね、雪かくをするのに公共事業費10億円出すとですね、自治体毎年。これね、何でも建設的じゃないじゃないですか。ね、そういう恵まれた土地に僕たちは住まわせてもらってるんだよね。なるほどね、ありがとうございます。恵まれた環境、もう一度足元を見直しましょう。コマーシャルです。お送りしておりますユンタンジャデバンですよ。今日は、ユンタンソン観光協会小平会長を招きそうな週伺っております。後半に入りまして、まあ、先ほども本当にこう光を当てる観光っていう言葉をですね、まあ、常に小平会長はこう言葉とかいうものの意味をですね、しっかりとこう私たちにこうもう本当にこう植え付けていただけるわけなんですけども、まあ、その観光、沖縄県はまあ、1000万を目指しているということでですね、はい、先日も新聞に大きく載っておりまして、もう県政がまあ昨年2014年にもう変わりまして、
まあいろんなこうご意見はあると思いますけども、いずれにしても、まあ、新しい知事となった尾長県政も、まあ、1000万人、観光は目標にしていくのはもちろんこれ変わりはないと思いますが、まあ、そんな中で読谷村もやっぱりこう、観光に力を入れているのはまあ過言ではないと思います。観光協会としてはこの辺をどういうふうに見てるのかなっていうのもちょっと伺いたいなと思うんですけどね、うん、昔ね、まあ、観光協会ができるずっと前、あなたも行ったと思うんですが、ハワイなんか研修に行ったよね、もう今からもう30年以上、もっと前かな、そうですね、行ってね、向こうの上院議員と、フリートーキング3時間ぐらいや、上院議員のチャンスでやったでしょ、でその時にね、非常に今でも覚えてるのは、そのハワイではね、その大体仕事を2つ持ってね、あの本業とアルバイトと、観光客が当時630万人ぐらい来てるという話だったんですが、で結局子供たちを家に置いてね、そのインドネシアとかフィリピンとかね、からあのジャニターっていうかあのメイドさんをね、入れてやってたら、その親が家にいなくて、で子供たちはフィリピンの人の文化で話をすると、そうするとですね、子供たちとの、の言ってること、親の教育とね合わない面がいっぱい出てきてね、文化の圧力がそこに生まれると。へ、ね、だから沖縄も観光でやるんだったら、上限を決めてやった方がいいですよと、ただ大きな言ってもんじゃないと。なるほど。いう言葉がね非常に印象で残ってるんです。ですから一番大事なのは、自分たちの文化を大切にするということ。まあ、最近ではアイデンティティという言葉になってるのかな。そうですね。だからそういったね、ことを大切にしながら観光を考えていく必要があると思うんですよね。だからハワイにカジノってあるのかな。ハワイにはカジノはないですよね。ないよね。でも沖縄はやろうとしてたじゃない。確かにそうでしたね。だからよかったよね、やらなくてね。カジノがあればとかいうものではないということですね。あれはね、堕落させますよ。なるほど。そう、でもね、あれも確かそうなんですよね。あのいろんな考え方あるかもしれませんけどね、あの企業的にはまあ作り上げていくという工程の中ではもちろんこの建設業関係によ よかったかもしれませんけど、作り上げられた後にじゃあどうなるのっていうところをしっかりと見据えなければならない。また会社でもね、そうですけど、作るのは簡単なんです。あ、そうね、維持発展が難しいじゃないですか。ね、難しい。そうですよね、だから本当そうですね。だからよく見通しをね立ててやらないと、はいはいはい、物事ですから、まあ、光もあればね、影というかな、そういうものもあると思うんですよ、でもやはり汗を流さずしてね、そうですね、幸せはないと思うね、まあね、時にしてこのデジタル時代に古いっていうか、いう方もいらっしゃるかもしれませんけど、でも基本は絶対そこですもんね。だから僕はアナログでね、やっぱり人の心を、やっぱり村長じゃないけど、最後は感動ですよ、なるほどね、そうですね、確かに心を動かすそういう思いがなければやっぱり次の一歩は踏めないかもしれませんしね、確かに最後は感動かもしれない。そういう旅行、沖縄旅行っていうものが本当に感動されてね、このリピーター7割時代と言われている沖縄観光の中で本当に彼らが感動されて帰ってるのかなっていう、リピーターにならなかった残りたちはどうなってるのかなって思いますもんね、はい、うん、ですから我々がね、観光客にまず声をかけることから、なるほどね、ウェルカムですよね、だからそういったことができるようになればですね、やっぱり人ってのは印象だし、知らない人から大事にされているんだなという、持てばね、これも感動の一つだと思って、そんな難しいことじゃなくて、そうですね、はい、でも今の観光客の皆さん方ってやっぱ先ほどのお話の中にも少し出ておりましたけど、やはり地元の方と触れ合いたいという、地元の人たちが行くお店、居酒屋にも行きたいとかいうのは結構ブログの中でもたくさんそういうメッセージはあるみたいで、はい、そういう意味ではいかに私たち先ほどおっしゃってたように村民の一人一人が本当に観光大使となって観光客の皆さん方に声をかけてあげることができるかというものが、いわゆるこうおもてなし、そういう思いが、まあ、彼らに伝わることによって、はあ、こんなことを私たちは沖縄でされたんだよとか体験したんだよっていうのがやはり感動という部分に結びつくのかなと思いますね。ですから人はね、
みんなこうプライドをですね、高められた時がすごく幸せを感じると思うのね。はいはいはい、確かに。ですから、あの学校教育も何でもそうですけど、今はやっぱり個の、ね、集団じゃなくて個の教育じゃないですか。はいはいはい、そうですね。そうするとね、観光もね、あ、自分だけの観光みたいな実感を持てた時にね、確かに、あの観光客ってとても幸せを感じると思うんですよ。はいはいはい、なんか特別感、特別扱いされたような感じが。そうそうそう、こんなに自分たちにね、あの集団じゃなくて、はいはいはい、確かにそうですね、小グループだけど個人にこんなに気を使ってくれてるんだというものはね、やっぱり感動を呼ぶ近道じゃないかなと。ですね。まあでもそういう中で今の沖縄観光っていうのは果たしてそうなのかなって、じゃあ疑問を投げつけると、まあ確かにそのレンタカーのお客さんが増えて、お客さん自体は子、ね、になってきた。でそれをこう迎え入れる沖縄観光っていう部分で、じゃあ果たしてどれだけの沖縄の地元の人たちが、観光客に対して、そういう、こう声かけ運動であったりとか、簡単に言えばですね、おもてなしの心、観光客皆さんありがとうっていうぐらいの気持ちになってるのかなっていうことは、ちょっとまだまだ疑問があるかなと思ったりもします。うん、やっぱりね、理のないところに行動がなかなか生まれにくいからね、これ厄介なことに現実はね。そう、確かにそうなんですよね。まあ、それでまあ1000万目標にすることによって、まあ理があれば逆にこういうね、おもてなしの気持ちになるだろうっていうのも、逆のこの、方程式もあるのかなと思ったりもするわけなんですけど、ただ読谷においてはじゃあどうなのかなと、考えると、まあ観光協会としていろいろとね、読谷町まいとかいろんな事業をね、これから作り上げて、それをこう広めていこうということもあると思いますけど、まあこれまでの読谷村っていうのはあまりこう観光客、誘客っていうものになかなか力が入れてなかったっていう、まあ入れてなかったって言った声があるかもしれませんけど、やっぱりその時代に追いついていってなかったっていうのも現実にあると思うんですよね。ただね、行政的に見ればね、やはり軍用地返還だったと思うんですよ。これに一番の勢力を費やしてきたわけでしょ。これがないことには村の、ね、基盤ができないわけだから。そうですね、それがやっとね、まあ、そりゃそうだな、基盤整備もね、もう先が見えてきたという、今段階でね、はい、後から話が出るかもしれませんけど、地域振興センターの、ね、起工式も終わったわけでしょ。だからこれからだと思いますよね。確かに、まあ、そういう意味では先日村長もねご出演いただきまして、その飛行場跡地平成18年にねここ返還されて、それからまだ6年だと、はい、戦後まだ6年だという村長はね、はい、おっしゃってました。その6年でもってですね、やっとその、この集大成となる6次産業という作り方を見出して、地域振興センター、まあ仮称なんですけど、地域振興センターっていうものがこう今起工式が終えてね、作り上げられて来年に完成する、ここに本当に軍用この飛行場跡地の返還から、一つの何かこう灯火みたいなものが見えてくるのかなっていう感じがしますよね、はい、観光についても。そうですね、だからね、今度は2020年にね、まあ、東京オリンピックがまたね、はいはいはい、まあ、帰ってくるわけですけど、でも1964年がね、あの東京オリンピックだったじゃないですか。そうですね、はいはい、だから戦後もね、そのあれ1945年がね、終戦で、終戦の年でしょ、はい、それから約19年ですよね、そうするとですね、先ほどの村長がおっしゃってたね、まだ6年だよと、東京オリンピックをですね、開くためにもね、19年か歳月が経っているのね。そうするとそういう世界にアピールする、日本全国に読谷をアピールする、これからそういう時間軸を考えた時にね、本当に言葉に重みを感じるしね、自分たちがじゃあ何をやったらいいのかなと、そういう、ね、名前を挙げられるようにさ、まあ、人口は日本一になったけれども、そういった中でね、中身をそういう、まあ、オリンピックを例にとればですよ、アピールするという、それぐらい、ね、アピール力のあるものとして、はいはいはい、確かそうですね。まあ、それを考えると、まあ日本という国が戦後19年で東京オリンピック世界的に名を轟かせるようなイベントが、ね、復興を見てもらうという意味で ね、それをもう見せることができたという、読谷も飛行場が帰ってきて、どうですかと、ね、
言えるようなさ大きなイベント見てみろと、うん、将来開きたいじゃない。ねえ開きたいですね。確かにそうですね、はい、それぐらいこう夢を持ちたいですよ ね、 そ う、 すね、まあ、そういうことは確かにその国としても東京都としてもその、ね、当時もそうかもしれません、まあ、東京というよりも国かもしれませんけど、やっぱりこう我々のこの戦後復興したこの日本人のパワーを見てくれっていう思いは確かにあったかもしれませんね。そういう意味では読谷村もそのこれだけの飛行場跡地が返還されて6年、それから何年か知りませんけど見てみると、そう平和行政、はい、読谷村こんだけ安心安全な、村なんだぞと、そういうものが何かしらこう PR ができる何かを持ってきてもらえたらいいですね、石見村長に、はい、ですからそのねみんながその一つに心をね、うん、一つにして、うんうんうん、そういう返還軍用地をより有効にね、うん、活用していく、ねうん、基本として基盤としてというかな、うんうんうん、その場所がね、うん、地域振興センターだと思うんです ね、 ですね。だからそういった中で、うん、じゃあそのこの基盤として、うん、観光部門でね、うん、やっていくとすればどういうのを具体的に、うん、だから行政はそういうジェネラリストだと思うんですね、総合職だと思うんですよね、行政はね、だから、うんうん、我々はスペシャリストだと思うんですね、うん、そうスペシャリストにならないといけないと思うんですよ、はいはいはい、だからその専門職としてですね、うん、行政から問われた時に、うん、やっぱり行政が思ってるものプラス、うん、なんかこう、ね、アルファで提案できるぐらいのレベルアップと、うん、いろんなものをするスペシャリストにならなきゃいけないんじゃないかなと。補助金ももらってるわけですからね。そうですね、はい、まあ、そういう意味では、まあこの後、まあ、何日か後には商工会長も、ね、ご出演いただくことになると思いますけども、まあ、あの観光協会も商工会も、まあ、私たちエフェンタも、まあ、地域振興センターに今入る予定が、ね、あるわけなんですけれども、まあ、そういう意味では今会長おっしゃるように6次産業っていう、まあ、村長が、ね、そうそうそう歌われているこの6次産業っていう文字一つに対してそれぞれの団体企業が何を逆に提案できるかっていうのが それは有機的に結びつくようにね。そうですよね、これは私たちにとって今年1年は大きなもうこの準備段階っていうかもう、はい、もうしたたか勉強しないといけませんね、これね。だから経営的に言えばね、よく人物お金情報っていうじゃないですか、はい、ですね、だから、うん、人はどうするのか、うん、ね、そういうやるべきものはどうするのかということも、うん、行政とね、うん、よく相談してもらいながら、うん、あの決めていかにはいかんと思うんですよね。そうですね、はい、ありがとうございます、ね、私たちの本当にこの夢であったこの飛行場跡地が読谷村に帰ってきて、まだ6年って思ったりもするかもしれませんけど、読谷の戦後はですね、まだまだなんですよね。その整備事業が全て、行き届かない限りということになります。そういう意味では地域振興センターに期待したいなと思います。後半に入ります。Thank you.
はい、お送りしておりますユンタンジャテバンですよ。今月のこの番組は、ユミタン村長をはじめ、ユミタン村、地域の業界団体のトップの皆さん方をお招きして、まあ、新春対談という形で、年頭のご挨拶をいただきながらいるとこう、お話をさせていただいております。2015年、それぞれの団体企業に対についてはいろんな思いがあると思いますけどもね、今日はその中でも読谷村観光協会小平会長をお招きしてお話を伺っております。まあ、先ほど、支援前に出ましたのはやはりこの、読谷村が、日本が復興と同時にその19年後に、東京オリンピックを世界中にこう知らしめたように、読谷村も、この戦後の6年という言い方を、まあ、村長もされてましたけども、本当にこう飛行場跡地が平成18年に返還されてからまだ6年しか経たない、そんな中で、目指す6次産業地域振興センターっていうまだ仮称なんですけども、まあ、それが、出来上がる予定であるということで、今私たちも本当にそこに期待を胸揺さぶる次第なんですけども、さて、小平会長にはその観光協会としてその6次産業っていう、まあ、村長が提案している6次産業ってどのように見ているのかということをちょっと伺いたいんですけども、はい、ですからやはりね、あの行政はね、うん、まあまあ、村長の言い方は縦軸なのかな、うん、ね、1次産業からですね、6次産業までと、うん、だから、まあ、1、2、3という、ね、1次産業、2次産業、3次産業 ね、うんうん、ね、まあ、足してもかけてもというか、あ、そうそうそう、ね、よく言いますね、はい、ね、うん、そういった中で、うん、やっぱり先ほどもちょっと言いましたけど、我々は観光のね、うん、スペシャリストになると、うん、質を高めていく、はいはいはい、効果を高めていく、うん、ということがね、うん、そういう6次産業を標榜して温度を取ってくれる、ね、うん、行政の方向性に合致するような、うん、ね、力を備えなきゃいけないと思うんですね、うん、だから各その1次産業の人、うん、2次産業の人、3次産業、うん、まあ、3次産業が一番多いのかもしれませんけど、うんうんうん、そういう我々 の、 その第3次観光というサービスを提供していくという中でね、うん、そのよそよりも比べて、うん、ね、うん、あのやっぱり読谷という知名度を上げるためには、はいはい、それがよその地域と比べても、うん、行ってみたいと思わせるような観光地を作り上げていく、うん、これはあの行政がするんじゃなくて、うん、我々がやって行政に認知してもらえるぐらいのところまで高めていけ、ね、うん、行かないといけないと思うんですよ、はいはい、そこに高めていけば、うん、あ、これをこういうふうにすればもっと効果が出るなってまた行政も考えてくれると思うんですね、うん、そうですね、はいはい、ですからそういうところまでやっぱり自助努力というかな、うん、そう、事実ができるようなですね、ただ補助金もらってね、うん、やるんじゃなくて、うん、自分たちがどういうふうにしたら自分たちの自活自立ができるような観光業を作っていくかに必死になってやったところにですね、うんうん、僕は成果っていうのが現れてくるんじゃないのかなと、うん、なるほど、読谷村の自活という意味では、まあ、この地域振興センターが、作り上げられることによって、その例えば一次産業である農業漁業もそれぞれが自活でき、はい、二次産業三次産業という加工も含めてサービスを提供する三次産業も含めてそれぞれがやはりそのスペシャリストとなって、そうなんですよね、うん、ですから、まあ、今朝の、ね、新聞でもどっかのほら、うん、県から ね、 その、うん、ね、大したその冷凍の、ね、うん、あれではないけど、はい、それをやっぱり地場のものを使って、ね、うん、そうですね、うん、だからあの村長が言われてるあの地産地消、うん、地元がほら、ね、笑えるようになるよ、はい、 そ、 うね、なんでそれはやっぱりね、あの外からの読谷村内だけの地産地消じゃなくて地元だけの消費じゃなくて、うん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 、それを観光という外の人たちにもより多くしてですね、うん、はい、そのものを味わってもらえるような、うん、そういうことも必要だと思うんですよ、うん、そうですね、はいはい、あの本当にそう知ってましたね、あの外から来られた方々が本当に満足いただけるような、はい、そういう読谷村にしていきたいということもね村長もおっしゃってましたけど、はい、まあ、そういう意味ではあの、まあ、村長も同じお話をされてましたが、あの観光っていうものをいろんな形で発信できるっていう一つの中に、あの有部さんが本を出されましたね、はいはい、その件に関してもすごいこう絶賛されておられましたけど、やはり人っていうものが最終的にね、はい、うん、この土地とか建物とかっていう観光ではなくて人というものを観光のフォーカスにしたっていうのはやっぱ最終的にはそこなのかなっていうのを感じた、先ほどのね、うん、あの子というのに通じるけど、はいはいはい、やっぱりですね、うん、人
の心が人の心を満足させるわけですから、うん、なるほど、ね、決めるのは全部人の心ですよね。そうですね、はい、ああ物だけで終わってしまうっていうことは所詮それだけのもので、やっぱり感動までにはなかなか、いや今ね、うん、あの人口構成から言ってもね、うん、シニアが、ね、まあ多くなってきてる、多いわけですからね、団塊世代がね、みたいに退職されたという中でね、うん、はい、で年も多いけど、うん、資産も多いんだね、うん、この層はそうそうです、ね、お金も持ってるんだね、はい、おっしゃる通りで、はい、うん、ですから、うん、まあ、高度成長の頃はね、よくテレビの宣伝でね、うん、隣の車が小さく見えますっていう宣伝があったよなるほど、ね、大きいことはいいことだみたいな、うん、そうでした ね、でも今そうじゃないと思う、はい、逆だと思うんですね、うん、確かに、やっぱりこう大事にしていく、価値観を高めていくっていうのがね、うん、だそういった中でこの若者向けじゃなくて、うん、もっとシニア向けのものもテレビ見てても非常に多いでしょ、薬にしても化粧品にしても、ね、中高年向けが、そうそうそう、化粧品とかも ね、はい、それと同じ、あれ世の中の流れを表していると思うんですね、うん、ですから観光もですね、そういった年齢別な、うん、ターゲットというのも一つの方向だと思うんですね。それは読谷の特徴を出していく、あ、年齢別の観光、うん、はは、まあ、あなたは観光専門だからいやいや面白いですね、この発想は。なるほど、あ、そうですね、確かに絵は若い人たちであればこういう、例えば簡単に言えばルートであったりとか、食事場所であったりとか、はい、ちょっと年齢の高い方々については先ほどね、我々お話ししましたけど、まあ、美味しいものをたくさん食べるんじゃなくて美味しいものを少しずつ食べるという具合に、はい、そういう場所にもまた食事場所も変えていくぐらい、はい、そういうなんかアドバイスができる炭酸素の観光っていうものが今後は必要になってくるかもしれませんね、はいはい、そういう意味ではこれから、エミタンソン観光協会として、やはりこういうふうに誘客をしていこう、声をかけていこう、手を挙げていこうという立場では、やはりある程度ターゲットを絞り込んでいくっていうのも、はい、いろんなジャンルで必要かもしれませんね、はい、いや絞らないとダメだと思いますね、はい、なるほどね、ターゲットしっかりとした戦略をエミタンソンで作り上げていただきたいと思います、はい、最後に、まあ、これからのエミタンを少しだけちょっと、もう読谷がですね、人口日本一に負けないような観光業にしていきたいと思いますので、よろしくご支援お願いいたします。ありがとうございます。今日のゲストは読谷村観光協会、会長小平会長でございました。ありがとうございました。どうも失礼しました。